ビンス・エドワーズはアメリカ合衆国の俳優、演出家、歌手、ビンセント・エドワーズとも表記される。日本でも放送され大ヒットしたメディカルドラマ、ベン・ケイシーの主演俳優として知られている。1928年にイタリア系アメリカ人のレンガ職人であるビンチェント・ゾイーノの息子として双子で生まれる。高校時代は水泳選手として活躍し、奨学金をもらって、 オハイオ州立大学に入学2年後にハワイ大学に転校してオリンピックを目指すが中水炎の手術により断念アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演技を学びニューヨークの舞台に立つパラマウント映画と契約し1951年の映画ミスター・ユニバースで映画デビュー3本目に出演した翌1952年の映画早朝』では 初主演を果たす。その後、いくつかの映画やテレビドラマに主演や準主演で出演するが、特に目立った活躍を見せることはなかった。俳優以外にも歌手として活動して、各地のクラブで歌ったこともあった。そしてやがて、ビング・クロスビーに見出されて、そのビング・クロスビープロダクションが制作したのが、ベンケーシーであった。 1961年に放送が始まった、ベン・ケイシーに主演として抜擢されて、このドラマの大ヒットにより、米国だけでなく、日本でも人気スターとなる。また同作においては、多くのエピソードで演出も担当している。さらにドラマの人気にあやかり、6枚のレコードアルバムを発売するなど歌手としても活動し、ニューヨークやラスベガス、ロサンゼルスで行ったショーは完売となった。 その後もテレビドラマや映画、勝利者、コマンド戦略に出演し、宇宙空母ギャラクティカなどのテレビドラマの演出も担当するが、ベンケイシーのイメージが強すぎたためか、役柄が限られて、特に目立った活躍を見せることはなかった。1996年、水臓岩により死去。マルチアスリートとして知られるボージャクソンの本名、ビンセント・エドワードは、ビンス・エドワーズから名付けられた。 ありがとうございます。